ロシア・ペルシャ戦争、ロシアの画家、フランツ・ルーボー作。ファトフアリー・シャアの時に虚勢されていたため、彼が暗殺されると、シャアとして即位した。ファトフアリーは、ザンド長時代より15年間財務大臣を務めた、ハッチ・ーブラーヒーム・ハーンを辞任させた。ファトフアリーの時代は、ペルシャ絵画の復興期であり、成功な宮廷文化も復興した。特に、この時代には、 ファトフ・アリーの日後の下、他のイスラーム王朝には類を見ない、肖像画や大規模な油絵が描かれた時代でもあった。また、ファトフ・アリーは、戴冠式の際に使われた椅子を含めた王家の象徴を作った。この椅子は、ファトフ・アリー以後のシャーも使った。また、ペルシャ語で、と呼ばれる王冠を作った。この王冠は、真珠や、その他の宝石で飾られていた。ファトフ、 アリー統治の初期は、ロシア帝国がグルジアへの南下を開始していた時期であった。グルジアは、もともと、ペルシアが自らの勢力圏として定めていた地域であった。1804年、ファトフ・アリーがグルジアへの進出を開始したことにより、ロシアとペルシアの間で戦争が勃発した。この海戦は、シーア派生職者の反対を押し切って強行された。戦争の初期は、 ペルシャ軍が優勢に展開していたが、戦局は武器や大砲といった面で近代的であったロシア軍優勢に変化していった。その後、ロシアはペルシャへ継続して戦争を展開し、ペルシャはイギリスと接近することによってロシアへの牽制を図った。しかし、イギリスはナポレオン戦争によって関心をフランスに向けていたことからペルシャの要請を拒否することとなった。その結果、 ペルシャは、フランスとの接近を図った。1807年、フィンケンシュタイン条約が締結されたが、この協定は履行されることはなかった。フランスがロシアとの和平を実現してしまったからである。その頃、スコットランド人、ジョン・マルコムがペルシャに大使として赴任し、イギリスがペルシャを支援する約束を取り付けたが、その約束も保護にされ、逆に、 ペルシャ軍のグルジアからの撤退を要請した。1813年には、ロシア軍がダブリーズに入場するに至り、ゴレスターン条約がロシアとの間で締結された。この条約により、現在のグルジアやアゼルバイジャンをロシアに割上することとなり、国会への入り口が立たれ、さらに国境貿易による5%の関税の設置が決まった。ゴレスターン条約は、 ペルシャとヨーロッパ諸国との間での不平等な関係の始まりであった。また、この条約では国境線に対する取り決めが不明瞭だったこともあり、ロシアとペルシャの間では緊張関係が継続することとなった。その結果、ペルシャ国内ではロシアの不正義を訴える裏回うの不満が湧き上がった。また、 当時のペルシャは土地に対する収穫税を収穫の5%から10%に引き上げるなど、農民の間でも不満が紛失していった。このような国内情勢を利用したファトフアリーは、再び、ロシアとの先端を開いた。しかし、ロシアとの戦力差は、圧倒的に開いており、トルコマンチャイ条約を締結することによって、戦争はペルシャの敗戦で終結した。その結果、 現在のアルメニア、ナヒチェバンがロシアに割上されることとなった。また、カスピ海における艦染の航行が禁止され、莫大な賠償金がペルシャからロシアに支払われることとなった。ファトフアリーは、自らとロシアとの戦争を本として編纂するために、多くの作家と画家を雇っている。これは、ファトフアリーがフェルドスイーのシャーナーアメに触発されたことによりが開始され、 ガージャール朝時代の重要な文献となっている。1833年10月25日、長愛していた王子、アッパースミールザーを失った。ファトフアリーは、孫のモハンマドを王太子に据えた。これが、後のモハンマドジャーである。翌年、ファトフアリーは、死亡した。ファトフアリーは、158人の最小と260人の子供を持ったと伝えられている。また、 ファトフアリーには25枚の肖像画が残されており、痩せ型の体型に腰まで伸びる顎ひげを蓄えていた姿で描写された。ありがとうございます。